はい、皆さんおはようございます。遅いのか早いのか、まあもう5時ですからおはようございますですね。いきなり、まあ、始めましてすいません。本日は、2024年3月29日金曜日、時間は、午前5時14分です。朝ですね。まだ朝早い分はいいのかな、まあよくわかんないけど、はい。ということで、今日はいろいろ何をやろうと思ってたんですけど、一応これもですね、大谷翔平君の内容になりますが、女性セブンに載っているやつでですね、これはほとんどウェブ情報には載っていないです。昨日発売ですね。2024年の3月28日昨日発売です。だから九州なんかだと北海道は今日かな、早くてですね、早くて今日ということです。それで、昨日発売、3月28日発売の女性セブンの内容に、まあ謀略ということでですね、なかなか違った方面からちょっと今回の事件のことをよく調べてやっているということです。ちょっとだけね、ウェブ情報では少しだけその内容がありましたので、それはリンクにですね、詳細欄にリンクを書いておりますが、ほとんどね、これ、結構なあれなんですよ。ボリュームあるんですよ。で、ちょっと6ページぐらいありますね。6ページぐらいありまして、で結構、大体のところっていうのをまあいろいろ、まあ送金方法とかね、そういうのをこう言ってるっていうのか、まあ一番今その送金方法がわからないじゃないかということはありますけど、これはまだはっきりさせておりませんし、まあ弁護団が、最強の弁護団がついてるっていうことですね。まあ真実っていう形では出していくと思います。それであとはそうね、まあ大体そういったことで、まあ謀略っていう感じで、まああんまり大谷君っていうか日本人がですね、アジア人っていうか日本人が、いろんな記録をどんどんと塗り替えていったり、年俸、最高年俸を出したりとかいうのもあって、アメリカ人の中でもちょっといろいろよく思われてないっていうのがありますね。でこの事件を公表するにあたり、なんでこのオープン戦の時期に、一番最初のオープン戦の時期に合わせて、ぶつけてきたのかっていう、それを書いておりました。まあ簡単に言いますと、これにちょっと書いているんですけれども、小さくて見えないから後で、ちょっと先にね、ざっとやりますね。キャプチャーの、まあこれですね、開幕戦にぶつけた米メディアの謀略、っていうか米メディアの吸収ですね。まあ謀略とまではあれですけど、言わないですけど、そこにぶつけてきた、日にちをぶつけてきたアメリカのメディアの吸収と、急に襲われたということですね。これはまあアメリカの国民の中でもまあ良しと思っていない人がいるということですね。それとまあ野球ファンにおいてもですね、大谷君がいるといないでは、ライバルチームもちょっと困るということですか。それとまあ7億円を絡め取った、まあ、犯罪組織、これはまあ水原さんがね、まあちょっとお金を今振り込んだということになってますけど、結局言いようにですね、次々と借金をさせられていて、7億円を、
結局絡め取るわけですよ。最初は少しのお金から、それの犯罪組織っていうのがね、裏にいるという、ことです。違法な賭博ですので、必ずこれ犯罪組織とか、裏のあれがあるわけですね。まあ、ギャングであるとかなんとかっていうのが、でその犯罪組織の、まあ、正体、最強の弁護団が描く無実のシナリオ、これは僕は通るんじゃないかなと思いますね。アメリカなんかでは、あの最強のいい弁護士がつくと、 OJ シンプソンっていう、あのバスケットボールの選手がいましたけど、あの人も、まあ、あの刑事事件では元奥さんを、まあ、殺したということですね。でいろいろ、まあ、言っておりましたが、まあ、日本で言えば、まあ、長嶋監督以上というぐらいの有名な人だったわけですよ、バスケットボールの OJ シンプソン。で2点3点こうしていくうちに、裁判では弁護士が入って、まあ、全部有罪になるかって言ったら、刑事事件では、その加害したことが、まあ、立証されないというか、まあ、そういうことなので、うん、加害にはなんか事件には関係はしてるんだけど、加害に至ったことまではわからないということで、刑事事件は無罪です。その代わり民事事件にしては殺人事件ということで有罪ということですね。なんかとってもアメリカでは変わったというか、大きな事件としてはかなり変わってるんですよね。日本でも小さな事件はありますけど、大きな事件としては、まあ、殺人罪は無罪と、刑事事件はで、民事事件は有罪と、これは殺人性ありということで、まあかなりな、お金を払ったとは思いますが、ただ犯罪者という形には、刑事事件ではならなかったということですね。アメリカはもうどれだけ優秀な弁護士をつけるかということで、裁判結果が違ってくるんですよね。日本だったら大体のとこですけど、アメリカの場合は本当にね、なんか金のかけようでどうにでもなるみたいな、まあ、あれはちょっと何だったんだろうなと思いますけど、うん、まあまあそんな感じですね。でアメリカ球界、米球界とアメリカの球界、まあ、よく思ってない人がいると、まあ、ごく一部ですね。それと違法賭博、これは、違法賭博を、まあ、一罰100回と一緒で、とにかくこう厳しくやらなきゃいけないと。で、まあ、この時期にやれば大谷君っていうのが有名ですから、それとか FBI も入っている、まあ、警察ですね、一網打尽にしなきゃいけないということなので、まあその3つぐらいの謀略があるよと。で激震内容ですね、まあ、そちらの方から今入っていくっていうのは、ただ今はその水原さんがどれだけそのお金を引き出すのに一人でできないじゃないかとか疑問があるということのことなんですけど、それは弁護団が入ってくれば、もう無実はもう間違いなく勝ち取れるじゃないかなと思いますね。そんなにあれなとこですから、まあ、まあ一応シナリオって書いてますけどね、無実の。まあ弁護団は、まあいろいろ話を持っていくということですか。やっぱり一番はその、まあ、違法賭博ね、それは、公的なものだったら国にお金が入るんだけど、違法なことにお金が流れてしまうと、国にとっても良くないということですね。治安も良くないと、それでギャングが育っていったりとか、
薬にあれしたりとか、もうとにかくいいことはないわけです。だから、犯罪組織これは一掃しようという FBI と、まあ、地元警察のねあれがあります。それと開幕戦にぶつけてきたそのまあアメリカではそのドジャースだけじゃないですから、まあエンゼルスは前にいたけど、まあ、大概は他の球団でやっぱり自分の推してるチームがやっぱり勝ってほしいと。で大谷君が1年もし野球のメンバーで出なければこれはもう OK の幸いということですから、まあそれはどこまでね、どこまであれかは分かりませんよ。でも一応その激震の内容の内幕を、一応まあ、スクープとしてその女性セブンが出しているということになります。はい、ということで、まあ今日の内容はですね、大体もう11分で全部済みましたね。もう大体こんな内容です。ただ詳しくやるのは6ページぐらいあるんで、かなりちょっと詳しくやります。早口ですね。それはやりますんで、もう時間のない方はここまでで十分ですよ。もう全部言いました。サムネに書いてることはここで、大丈夫です。あとは、詳しく知りたくて時間がなくて詳しく知りたい方はウェブページには載ってないので、書籍が昨日発売になりましたんで、アマゾンリンクでも近くの、コンビニとか、あと雑誌は書籍は本屋さんで、購入して内容をゆっくり見てください。はい、ということで、まあ僕はちょっとで話が長くなるんで、はい、ということでございますね。もう12分で全部やったよね。そしてまあ今日あった、まあ、事件事故の内容っていうかありましたが、まあ今日いろんなことがありましたね。一つはやっぱり大きなあれとすれば宝塚、宝塚の事件がありましたけど、一応昨日をもってですね、合意と、いうことになりました。もちろんあれは裁判をしていないんですよね。裁判の前に話し合いをするということで、有名な弁護士ですよ、あのね、NHK のプロフェッショナルに出てきた人ですよね。であの人が入って、まあ、遺族はその事件はなかったとかいじめはなかったと、これは会社ぐるみで事件なんかなかったんだ、やけどなんかなかったんだ、そして、そういったいじめもないし謝る必要もないと、そんなもん話にならないということだったので、それではもう話し合いの座に着くことはできないから、まあ遺族側の弁護士ですね、宝塚の、それとすれば処理を揃えて、裁判に持っていって、であれやっぱり裁判だけじゃないんですね。それが聞いたんですよ、あの人権委員会とか、あの国のいろんな団体があるんですね。人権団体とか労働団体とか、全てそれに告発をしていくと。これはもう法律上できることですからね。裁判プラス告発、いろんな団体に告発をしていくと。それするしかなかったのかなということを言っていて、話し合ったらまあ社長がまあいろいろ認めると。なぜかというとですね、これはまあはっきり言いますけど、なぜかって、阪急阪神ホールディングス、なぜかというとですね、これは引き延ばしても何のあれにもならないんですね。で賠償金とか保証金とか、そんな保証金の中に未払いの賃金も含まれてるということなんですけど、
金額は非公表です。ですので、まあそれがいかほどかってらそんなにはないと思うんですよ。ただ今、星組だとかですね、ちょっと入りがものすごく少なくなっていると。お客さんの入りが、どこでやってもチケットが全部売れないと。で、星組とかはですね、公演の予定はやってるけど、中止になって公演ができないと。もうすぐ1億ぐらい損失出ますんで、かなりやっぱりそこ辺がですね。で、そして今年の、新入生ですか、宝塚を受けようという新入生、まあ16ぐらいから20歳ぐらいまであるんですがね、その新入生がですね、かなり、今年は少なかったそうです。何分の1かぐらいしかいなかったのかな。ただ倍率とすれば、やっぱり10倍ぐらいの倍率、10人に1人しか通らない。もちろんその10人っていうのも、かなりその、勉強っていうか、ね、トレーニングを積んだ人なんですけど、だからもしこんな事件がなければもっと3倍以上はいたでしょうね。で、ちょっとやっぱ社会的な、まあ関西では社会的な、まあこういった企業であるということで、やっぱりそれが困ったんでしょうね。で、話し合いのテーブルについて10回くらい、小さなものを入れると10回くらい話し合いをしたということで、まあ全員っていうわけじゃないけど、まあほとんどの人たちが、いじめの存在を、まあ認め、会社も生徒もね。で、一人一人のその悪かったっていう謝罪文については、まあその温度差はあるんでしょうけど、一応出すっていうことになったと。で、まだ数人出してない人がいるけど、合意に向けて今出してるところだということで、結局は合意に至ったということですね。とりあえず合意に至ったということです。また今回の分はここで終わりと。ただ今後また誹謗中傷があったりすれば、またそれについてはこれからのことなのでということですかね。で、あえて労働問題については、それをやってるともう1年ぐらいかかるということで、労働問題はもうその努力していただくとか、今は法律面で変わっているので、それは変えていただくみたいな形でということでしたね。なんかまあ村上とかなんかなんか頭薄い人多いんですね。今日も出てましたけど、なんか上役の宝塚の人はちょっと頭のてっぺんがちょっと涼しい人が多くて、放熱効果があんのかな、まあ、よくわかんないけど、まあ一切いじめはなかったっていうことについて、で、証拠があるんだったら持ってきてくださいと言っていたのは、もう今日になったら塩らしくっていうか猛省しておりますと、あんなことを言っちゃってということでね、まあ一応まあ、いじめがあったということから始まって、一応今回のことはまあ合意に至ったということで、まあ遺族としてはね、本人が戻ってこないので亡くなった人は、それとかまあ全部が全部通るっていうことはないけど、まあ大方で言えば、勝ちに等しいっていうか、そんな感じで一応合意に至ったということであります。ただもうやっぱ僕も思うんですけど、その二十何歳かの
まだ未来がある女の子は戻ってこないっていうことですよ。で、賠償金の金額は非公表ということですけど、おそらく数千万っていうかね、かなり低い値段だと思います。そんなのは、星組が1公演やればね、1公演何公演かこうやるだけですぐ戻せる、それだけじゃなくて宝塚全体が、公演が振るわない、だからまあ話し合いによってやったっていうことですね。あと松本事件はそれは分かってなくて、松本の裁判は昨日ありましたけど、第1回、次が6月5日らしいですね。で、まあ文春の答弁書を送って、まあ松本本人は裁判所には来ずに代理人として、で、文春とすれば、もうとことんっていうかね、確かな情報を持っていて事実でありますと、不同意でそのね成功したっていうのが、だからそれで、ちょっと、まだとことんやりますよっていうところですね。で、なんか昨日2日ぐらい前、2、3日前にちょっと松本人志が泣きが入っちゃって、いや自分はそのお笑いがやりたいんだと、でお笑いがやりたいっつって、ちょっと笑えないですよね、こっちとすれば。だどっちにしろ笑えないということですよ。だからやっぱり、やっぱ最終的にはね、合意するしかないと思うんですよね。まあ裁判持っていって、まあ、その中で合意していって、やるのか、このまんまで結局松本人志が勝ったにしても、もうちょっと私たちからすると一般の人は笑えないと、まあファンの人はいいでしょうけど、もう何があっても好きっていう人はそれいいでしょうけど、もう一般社会人としてテレビに出るっていうことはまずできないということですね。で、本人もそれ分かっていて、テレビに一日も早くお笑いがやりたいと。で、なんか松本人志の周りのスタッフはすぐテレビには出れないから、まあ、YouTube とかウェブとか YouTube なんかで、そういった番組を持って、やっていって、そしてまあテレビに戻りたいということなんでしょうね。ただまあちょっと難しいね。だからいろいろ難しい問題は、まあ何かあったらやっぱりもちろん裁判なんですけど、あの労働の弁護士みたいに、裁判をする前にまず、話し合いをして、それで、まあ、合意が取れなかったら裁判をするというやり方もいいのかもしれませんね。何が何でも訴えてやるとか、訴えるぞとか、そんな風に言いますけど、実際やってみるとなかなか日付がかかっちゃったりしてですね、まあ大変ですよ。で、あんまり昔から言いますけど、あの江戸時代から、まあ、そういったその争い揉め事っていうのはちょっと周りの人から聞かれちゃうって、まあ、江戸時代からですからね。だからね、そういうふうなあれがあります。で、まだまだちょっと、松本人志の裁判は続いていくでしょうけど、だからまあ難しいですね。もう認めないということですか。どこまで行ってもこれはもう線路みたいに合わさることはないんですよね。でもやっぱりじゃあ相手が誰だ教えろとか言ってるの、それはちょっとまた、先の段階じゃないと難しいですね。だからやっぱとってもなんか、自分だけのわがままみたいな、やっぱその自分の、なんかあの、無罪だとかそんな方がいい言いたいんだったら、
もうちょっと積極的に情報提供していって、話し合うというあれじゃないと、松本側のなんかまあ証人になる人が、まあ、AV 女優の人は一人いましたけど、どうもちょっと内容聞いてみるとちょっと薄い内容だったですよね。で数はこっちあの反対側の松本に被害があった人、これはもうかなりたくさんいるということなので、ちょっとこれはまたね、傷害容疑、不同意性交傷害ということになってくると、時効が10年ではなくて15年ということにもなってきますんで、これはなかなかまた、難しいということですかね、あと小林製薬、小林製薬はあの昨日2人って言いましたけど、もう4人、今日発表になったやつで4人亡くなってますね。まあ因果関係は調べ中と。でその小林製薬が2ヶ月も2人の人が亡くなったって分かってから2ヶ月昨日までで経ってるわけですよ。だからもうちょっとこうなんで早く言わないんだっていう、今日は株主総会があってましたけど、株主は怒ってますよね。で社長が最後で泣いちゃって、あんなワンワン最後で社長が泣いたら何も言えないじゃないですかと。でもまあ製薬会社ですから一応保険はあの入ってるとは思うんですけれども、まあ普通の病院とかね、市販薬じゃないものもたくさん、販売しているでしょうから、その分はある程度ね利益あるでしょうけど、だからそれよりも利益上げようと思うとやっぱり健康食品なんかやるんですよね。で、まだ結局はっきり分かってないと。あの初っ端にも小さい町の、あのパン屋さんがおじさん一人とそれぐらいでやってるね、ずっと米その麹菌ですか、紅麹使って15年もやってて、でも青天の霹靂っていうか、もうその日も15個くらい出してて、まあ健康被害はないけどもうえらい迷惑とか言ってましたけどね。で株主も株価が下がっちゃうから間違いなく、それはもうちょっとそれが下がっちゃうからもうその怒りますよね。今株価がいい時なのに、なんで小林製薬だけ下がるんだっていう、まあそんなのがありました、まあ宝塚歌劇団もね、まあ上級生っていうか先輩が、まあ、申し訳ありませんでしたみたいな。でも中身を見たらね、まあ、謝罪文とは書いておりますけど、ごめんなさいってはっきり書いてない人もいたということなので、まあ、自分はそんなやってないよっていう人もいたんでしょうけど、まあまあとにかくまあ今回をもって宝塚解決ということです。ただ、亡くなった本人は帰ってきません。ただまあ長い目っていうか、彼女もそう、亡くなった人もそうでしょうけど、やっぱりまあ話がこういうふうに合意、一応の形で合意したんだったら続けてほしいとは思ってると思うんですけどね。そういったまあなかなかああいう文化もないんですよね、アジアで。アメリカでもそんな感じではなかなか今あの、まあ、歌劇団っていうあの踊りとあれっていうのはあんまりあんなのはないんですよね。ミュージカルはアメリカあるんだけど、またちょっと違うでしょ、まあそんな感じですか。なんかあの男の人ばかりあの重役が出てきて、みんな頭が涼しい人だったよね。放熱効果があるのかな、あの頭ツルツルだと。そんなやつ、なんかバーコードもなかったよ。
バーコードもなかったね、うん、はいはい、そんな感じですね。あとはなんかもう一つあったんだけど忘れちゃったな。小林製薬と、うん、宝塚、小林製薬、うん、何だったっけ、まあいろいろありますね、うん、なんかもう一つあったけど忘れちゃって、うん、まあまあ毎日のようにね、なんかそういった事件というかなんかいろいろあったね。ああ、それと松本ね、まあ、その3つ言ったら大体昨日のニュースはそんなもんかな。まあ、ちょっとあれですけど松本さんもね、やっぱりもうちょっと弁護士の言うことを聞いたら自分の立ち位置がどこにあるっていうかね、もうちょっとこう分かりやすくなると思うんですけど、どうしてもやっぱりもう今まで人の言うことを聞かないトップだったから、うーん、後ろに引くっていうことができないんでしょうね、もう前に押していって自分の考えだけを押すと、それで今までは通っていたからということでちょっと引いて、考えるということがああいう人はできないんですよね。で弁護士が、アドバイスをしてもいやそういうことじゃないっていうふうに、金出すのは俺なんだからというふうになると、まあ、何も言えないということですか。だから普通の弁護士はみんな断ったみたいですもんね。うん、まあそんなふうにね、安田種夫さんの事件もね、ちょっと、真実がちょっと近くなるといいと思うんですけど、本当にあれは、宝塚はやっぱりあのプロフェッショナル出る人がすごかったけど、やっぱりこう、まあ、合意に至った、裁判する前に合意に至ったって、もう裁判しても一緒なんですよね。だから、まあ、合意したっていうのは大きかったんじゃないですか。その代わりその、まあ、労働環境とかそういうのについては今回は個別のあれだから、それは切り離してと、また別の、これはまあ全体的なものですね、うん、あの宝塚の、まあ、ちょっとあまり働かずブラック産業的な、他についてもそうでしょうけどね、まあまあ完全勝訴に近い形だと思うんですよ。全く認めないというところだったから、だから、そこへんで言っても北海道のいじめ事件がありますけど、あれもやっぱり裁判にして同じようにやっぱりこうやっていかないと、今でもいじめを認めてないし、学校もいじめをやった本人たちも謝罪文も書かないと、大人になっていくということですからね。まあ宝塚の遺族はやっぱりちゃんと謝罪をしてほしいということだったんですもんね。そのお金がどうのこうのっていうのはまた、それは最低限のそのね、あれはもちろんありますけど、ちゃんとしたいじめがあったということを認めて、そして謝罪をしてほしい、会社にもそう、会社もそうだし、そのいじめた先輩たち、それにも謝罪はしてほしいと。で、その上級生の団員ですよね、政党に対しては、その、金銭的保障は求めないということですよね。ただ謝ってほしいと、認めて謝ってほしいと。で、金銭的なものはあの求めてはないんですよ、その同級生、まあ上級生とかそういうのは。ただあと会社がね、はそれは少しはありますけども、非公表ですからいくら払ったか分かんないっていう。 あとはそのザニーズね、東山君がその BBC には言ってましたけど、まああの、社員じゃなくてスタッフですかね、まあ社員みたいなスタッフ、それも、性的被害をやっていたと、男の人がね、
で、その分についてはまだ誰も、申告はしてきてないけど、申告があり次第またいろいろ調べて因果関係をね、でやりますということになっていたようですね。やっぱりスパッとあの人はやっぱすごいよね。落ち着いて、やっぱあの労働弁護士の日本で最高の人ですけど、高橋まつりさんのあの電通の問題もあの人がやったんですよね。まあ、遺族が何を求めるかっていうところを持っていってということですね。だから遺族としてもやっぱりこういじめがあったことと認めてほしいと。金銭的なものはね、また二の次さんっていうかあれですから、だから北海道の女の子もあれもどうにかしてほしいよねと。 OJ シンプソンぐらいのあれはつかないわけ、日本は。はい、というところで、ちょっと長くなりました。ちょっと前置きが。それではですね、皆さんのコメント読みまして一気に行きます。おはようございます。ね。775723ね。トコさんね。おはようございます。南さんおはようございます。トコさんポチッといいねしました。翔子さんおはようございます。ギャラクシー5さんおはようございます。ライブ配信ありがとうございます。俺このまま朝ね、もうちょっと買い物して病院行くんですよ。でなんかね、バッテリーが上がりかけ、ね、バッテリーも交換しなきゃ、ね、2年ぐらい経つのかな、もうちょっとね。ママミーさんおはようございます。小春さんおはようございます。ミートチコちゃんさんおはようございます、ね、高評価ポチッとしました。マルコさんおはようございます。シルクさん体調不良が続いている中はね、毎日の配信ありがとう、少しはね、ちょっと良くなったよ、少しは。ひろこさんおはようございます。グッドしましたね。神代明物さんおはようございます。小松原京子さんおはようございます。箱根さんおはようございます。黒川武文さんすいません、いつもあの20ドルももらっても申し訳ないですね。いつもいつもありがとうございます、感謝しておりますね。本当にすみません。トコさんナイスパーですね。ミントチコちゃんさん、黒川高見さんナイスパー。ギャラクシー国さん、黒川高見さんナイスパーね。ジェアルナさんこんばんは。テレビでドジャース対カージナルスの観戦しながらジャパンさんのライブを聞かせていただいてます。あ、今やってんのかな。スポーツチャンネルかな。スポーツチャンネルだったらちょうど今やってる。やってれば多分ね、BS か CS でやってると思うんだよね。あれ？あれ？ちょっと。あれ？まあいいや、ちょっと待ってくださいね。やっぱ BS かな。あ、海外だからやっぱあれだよね。BS の方かな。あ、多分 NHK の BS の方だと思うよね、多分ね。暴れん坊将軍とか多分 BS の方だよね。やるとすれば。でやっぱりね、ちょっとそこ辺がなんで今の時期になったのかっていうのが一番ちょっとあれなとこですよ。このオープンに先駆けて潰しに来たということですか。そんな感じです。あ、やってますやってます BS で。今大谷君がね、今打席に入ってるところか。今打席の前、ネクストバッターかな、ネクストバッターかな。今50番の人が打ってるからね、ネクストバッターサークルにいるんだ。まあそんな感じですね。ドダス対カージナルスのね、観戦しながらジャパンさんのね、まあ一応出れてますんでね。お、ホームラン打ったね、先にね、50番。ライブですね今ね。これが
ドジャースが3点入れてカーディナルスが0点、0対3でドジャースが勝っております。小牧さんおはようございます。小牧さん、黒川隆文さんのやつもね、トコさん、本星が今度こそは逮捕されますように。ママミーさんナイスパーですね。ハルババさんおはようございます。ジェアンドラさんなんで、こちらは MLB ネットワーク US で見てます。僕のやつはね、多分これ NHK の BS だと思います。多分これで NHK がなんか番組買った、NHK の BS だから年間で買ったんでしょうね。今あの大谷君が立ちました。3回ですね。今ボール3、あもう早いな、もう3ボールノーストライク、3ボール、ファールか、ということですね。本当ナイスファーです。こちら MLB ね。はい、ということで、一気に行きますが、内容をね、ちょっとこれで、これじゃないんだ、ちょっとね、なんか手間のいることしてるもんですから、簡単そうでしょ。で、手間がいるんですよ。俺がトロイだけかな。ということで、画像キャプチャー。あ、俺はなんか違うやつ出してたね。で、これでしょ。で、内容が、大谷君はまだ打ってないよね。まあ、こんな内容で大谷翔平を潰せと。アメリカ球界とかね、やっぱりこう金取りすぎだろうという。あ、ホームラン打った。あ、違う違う、これ50番だよね。いや、5番だから、ちょっとごめんなさいね。5番でしょ。そうそう、これをこう出しておりましたけど、そして、女性セブン、昨日の発売ですね。昨日発売ですよ。で、大谷を潰せ、米球界違法賭博 FBI 謀略と。ね、米メディアの急襲とね、急に襲われたっていう感じですか。ホームラン打ったんだね。ホームランを。で、大谷君も打ったのかな。ソロソロだったからね。3対5で4対5で。ソロホームラン2人打ったんだ。新しい通訳がついてますね。優秀な人。大騒ぎってあれじゃないですけど、まあいい感じって感じですかね。で、最終、最強弁護士軍団がね、真実のシナリオ。まあこれはもう勝ち取れると思います。嘘もついてないでしょうし。水原通訳、嘘。ね。なんとかの猛練習、履歴書。流浪の履歴書、またそのちょっと詐称もあったということだね。まあ個人で800億も儲けた人がいんの、新ニーサの極意、マジで。俺ちょっと今度なんか、この間去年会った時には新ニーサがいいよって言ってジャクさんに聞いたんですよ。で、どうやった方がいいかな、やっぱね、ちょっと聞いてみよう。まあいくらしかなんないんだけどね、その掛け金っていうか預ける金額はそんなないからね。でもホームラン打ったんだ。ホームラン打ったよね、大谷君ね。はい、新ニーサの極意と女性セブン、4月11日号で昨日発売ですからね。愛子様がちょっとね、乗っておりまして、
新薬痩せる薬使ってみたらすごかった。これ新薬って言ってもですね、誰にも出せないんですよね。よっぽど糖尿かなんかで、あまり体重が増えてあれな人が、医者の診断書なんですけど、そんな簡単には書いてくれないっていうやつですか。もうこう体重落として痩せないと命が危ないっていう、俺もやばいんじゃないかな、相談してみようかな今度。首都直下激震、37年同期は今年と、今年は当たり年、地震の37年周期でいくと今年が、地震の当たり年、気をつけないと皆さんもね、やっぱりこうちょっと、地震の用意はしといた方がいいよ。俺も言ったでしょ。愛子さんは伊勢の近い、雅子さんはいなくてもねできましたよと、初めてのお使いじゃないけど、キャサリン妃ね、がん告白、ダイアナなんとか、ちょっとなんかこの辺ちょっと遅れてるね。キャサリン妃、がん告白、ダイヤ元妃、去年36歳、はあ、同じ年ぐらいになるの、ダイアナさん、なるほどね。池江璃花子さんね、涙も枯れた先に母のさ、でも 100m かなんか出れたんじゃなかったかね。あの2つは出れなかったけど、ギリで出れなかったんだよね。でも 100m は出れたんじゃないかな。宇戸由美子告白、夫も彼もいないけど不妊夫も彼もいないけど不妊治療ということは、なんかあの凍結卵子かなんかかな。夫も宇戸由美子、まあまあ夫も彼もいないけど、早く結婚して早くその不妊治療凍結してるんだったらやったらいいんじゃないの。別にね、もういいとお年ですし、ね、そういうことですよ。人生を変えた恩師、あなたに会えてよかったとね。介護の準備ランキング、俺は介護の準備、あなたと家族のために、俺家族いないから、でもやっぱ俺は俺のために、介護の準備ランキング、俺もちょっとね、もう介護か考えないとね。ピンコロリか、ちょっとピンコロリするときにはちょっと後のこと考えてないとね、葬儀代とか用意してないと。シワケア大全集、なんとかだけ飯、もかつレシピ、なんかもう食べたらよくなるっていうな、セクシーゾーン、まあまあこんな感じね。私の買い方、売り方、使い方、元5人の骨格、何を買うわけ、わかんないさ、私の買い方って。はい、ということで、まあこんな内容でね、すいませんね、もうより詳しくやるためにちょっとやっておりますよ。はい、ということで、こんな感じですね。これはちょっとやったしね、これはやったでしょ。で、あとは、それでいいんだ。そしてちょっとスライドショーをね、ちょっとやりましょう。今日この人がね、通訳で出てました。今ホームラン打った時ね、大谷君の通訳をやっておりましたよ。そんな感じです。ということで、ちょっと変わったかな。ちょっと、あ、そうだ、これでこうやって、これでこれ変わらないと困るよね。ちょっともう一度こうやってみる。
一回止めて、これでどうだ、これで変わらないかな、スライドショー変わると思うんだけどな、ちょっと時間かかるけど、うん、変わった変わった。今日はね、この左の方が大谷君の通訳をしておりました。まあまあ絶好調じゃないの。はい、ちょっと6ページありますんで、ちょっと時間のない方はね、もうちょっとゆっくり寝てあれ聞いてください。まあこれは買わないと載ってないんでね、あとはちょっとね、まあ、まあこんな感じが載ってるよっていうところだけやりましょうか。ということで、これはこれで、ここでどうかな。ちょっと待って、ね、これはこんな感じで載っておりましたね。会見後も止まらぬ米国内の大谷責任論、これちょっと強く書いてますね。会見後も止まらぬ米国内の大谷責任論、開幕当日に吸収した FBI の狙い。 FBI もね、もうその一発百回には一番いい時期でしょう。次々と記録を塗り替えるアジア人へのやっかみもと、うん、それはもうね、昔の人を全部アメリカ人のやつを塗り替えてるわけですし、で最高年俸なんかもらっちゃってっていうことでしょ。まあこんな感じで2ページこれ載ってますけど、全然またなんかね、これはもうあんま軽い感じでしたね。そんな感じでは載っていなかったですね。でこれ全部載ってるやつをちょっと今から6ページやっていきます。ということで、これでこうやって、そしてでスライドショーね、女性セブンということです。はい、ということで、大谷が沈黙を破った、内容は単純明快、違法賭博には一切関わっていない、全て一平さんの嘘というもので、整合性も説得力もあった。しかし米メディアは未だ厳しく大谷を糾弾し、 FBI はさらに捜査を続行する姿勢で、 MLB 当局も処罰についての調査を進めるという。そもそもなぜわざわざ開幕当日に、疑惑はぶつけられたのか。彼らの狙いは大谷を潰すことだったと、もうはっきり書いてますよ。まあそれはアジア人だしね、そんなくはないかもしれないけど、結局何も調べても出てこないと思うよ俺。もうこれだけあれだけやってるとね、まあアメリカ人の人でも厳しいのがね、そんな知らないとか、自分のお金の管理ができないやつあれじゃないかと言っている人もごくわずかいますけどね。大谷を潰せっていう謀略です。韓国の首都ソウルの中心地を流れる大きな巨大な川ハンガン、そのハンガンに浮かぶ、ハンガンというのは川の名前ですね、そのハンガンに浮かぶ縦3キロ横 1キロ、縦3キロ横1キロメートルほどの中洲には、政府の中枢機関や大企業の本社ビルが林立する。そんな韓国の心臓部で大谷翔平29歳は困惑と怒りに耐えていた。有名建築家が手掛けた5つ星のスイートルーム、ホテルのスイートルームの窓の外には夜景がきらめく。部屋の外には2人だけ。水原通訳と向き合った大谷は無然とした表情でこう切り出した。一平さん、さっきの話は何だったんだ、さあ説明してくれ。っていうのは、そのチームメイトには自分はそのギャンブル依存症だったんだというふうに言って、
その英語で全部それを言ったもんですから、まあ、大体は気持ちは分かったんだけど、そのはっきり聞かせてくれということで2人でその後は話し合ったんですね。さっきの話は何だったんだと、さあ説明してくれと、これまで信頼し合っていた2人の間に決定的な溝が生まれた瞬間、3月21日日本時間以下土、ロサンゼルスドジャーズの大谷の専属通訳を務める水原一平氏39歳が違法賭博の負債のため450万ドル約6億8000万円を大谷の口座から送金した巨大窃盗の疑いで球団から解雇された。解雇直前の20日アメリカのスポーツメディアESPN の単独インタビューに応じた水原氏は、21年に南カリフォルニアの違法ブックメーカー賭博業者であるマシュー・ボーヤー氏と知り合った直後から野球以外の複数のスポーツ賭博を始めたと証言という。このね、やっぱり違法ブックメーカーっていうのはやっぱり裏つながりがあったりするんですよ、ギャングとかね。だから今それもずっともう調べられてるはずです、 FBI に。もうないということは、ケツ持ちというか必ずいるって言ってましたからね、もう違法なところは全員、そういうケツ持ちっていう、ギャングとかそういう違法集団が悪がついているということですね。まあね、野球以外の複数のスポーツ賭博を始めたと証言。野球はやってませんよとは言ってますけど、これやってたら大変なことですからね。違法の認識はなかったものの、23年初頭に借金が400万ドル約6億円に膨れ上がり、そこで初めて大谷に助けを求めたと明かした。当初 ESPN の取材に水原氏は、翔平は私を助けると言ってくれたと証言。その後2人で大谷選手の銀行口座から8回から9回の電子送金を行い、それぞれ50万ドル約7500万円ずつ送金したと説明。8、9回で、まあ、50万ドルだったら、8、10回しないと7億5000万ならないんだけど、7億6000万とか、ならないよね。まあ、多い時もあったんでしょうね。それぞれ50万ドル、約7500万円ずつ送金したと説明。7、8回、8回から9回振り込んだと。まあその7500万円ずつ送金したと説明、説明したのです、在米ジャーナリスト。しかし解雇された21日、2度目となる ESPN の取材に、次の日ですよね、これね、水原氏はそれまでの証言を全面的に撤回。不審がる記者から私たちに嘘をついたのかと聞いた、嘘をついたのかとマスコミに問いただされると、悪びれる様子もなくそうだと認めたという。約7億円という巨額の送金から、その背景をめぐって特にアメリカ国内では様々な憶測が飛び交い、大谷が通訳に賭けの指示を出していたと。まあ憶測ですからね、通訳に賭けの指示を出していたとの大谷主犯説や、水原は大谷の罪をかぶったとの、水原エスケープゴート説までまことしやかにささやかれた。そんな中、26日ついに渦中の大谷が会見を開き、自身の声で疑惑を毅然と跳ねのけたのだということですね。それはもうね、10年間で1000億もあんのに、
そんなその博打やってる暇もないしですよ、まあ、ちょっと何億か儲けたってそんなあれにはなんないでしょう、ね、だからもうその整合性がないわけですよ。他の人がその憶測で考えても嘘を6回も繰り返したと。用意した声明文をただ読み上げるだけではなく感情を込めて真摯に釈明していたように見えました。約12本の会見の中で嘘という言葉を6回も繰り返し、大谷選手自身が違法賭博に関与したことや違法ブックメーカーに送金した事実はないと強く否定しました。まあ現地の特派員ね、大谷が語ったところによれば、水原氏の賭博癖や金銭トラブルを知ったのは韓国での開幕第一戦が終わったドジャースのこの間ですよ。韓国での開幕第一戦が終わった後のチームミーティングの場だったという。会見で大谷選手は、結論から言うと彼水原氏が僕の口座からお金を盗んでなおかつみんなに嘘をついていたと述べました。これはあの嘘がないと思ったんですよね。あの抑揚とかあの話し方であるとか、まあちょっと言葉は早くなっておりましたけど、まあ相当やっぱりちょっと興奮もしておりましたけどね、嘘はないと思うんですよ。水原氏は違法賭博に関するメディアからの問い合わせに対しては、うん、大谷選手に報告しない一方で、大谷選手の代理人には彼大谷選手と話してあると虚偽の報告をした。違法賭博業者への送金についても某友人の借金を肩代わりした、自分の借金を大谷選手が肩代わりしてくれたなどと証言を変遷させていたそうです。まあ、現地の特派員が聞いております。チームミーティングの場では大谷を置き去りにし英語での釈明に追われたという水原氏、大谷はホテルに戻ってからより詳細な説明を求めたという。ホテルで大谷選手と向き合った水原氏はそこで初めて大谷選手の口座に勝手にアクセスしブックメーカーに送金していたと伝えたそうですと。大谷選手は会見でも、彼が借金をしていることはもちろん知りませんでした、彼の借金返済に同意していませんし、ブックメーカーに対し送金してくれと頼んだことも許可したことももちろんないですと語りました。大谷から借金を回収できるからもうブックメーカーとか違法に、やってるブックメーカーですよね、違法賭博をやってる。だからまあ回収できるっていうのは、まあ、裏の組織もあるっていうことですよこれはね。5年間ぐらいはね、もう連邦刑務所行きということですよ。もうあの刑務所の中に5年間入らないといけないという、このままだったらですよ、もう驚愕であるから。まあ5年間、まあそう軽いのかどうか分かんないですけど、5年間は水原氏は入らないといけないということになりますね。大谷から借金を回収できる、水原氏の裏切り行為に対し日本では大谷に同情し、大谷被害者論が根強いが、現地メディアやコメンテーターは大谷の責任を追及したり、残された疑問への再説明を求める厳しい論調も多い。会見では水原氏がどうやって大谷選手の口座にアクセスし不正に送金することができたのかという点は説明されませんでした。この点を不服とし、中には大谷が自分の銀行口座から総額400万ドル以上の送金があったことを知らなかったという説明は受け入れがたいと信じている記事もありますと。まあ結構ねアメリカのあれで言うと
アメリカマスコミは厳しいですね、スポーツマスコミは。うん、まあ、あの球団もいっぱいあって、ライバル球団もたくさんありますから、さらもうちょっと3ヶ月でも1年でも休んでもらった方がいいっていう感じですからね。うん、アメリカではね、それでも大谷が悪いと捉えたがる風潮が強いと、まあ在米ジャーナリストは言ってるわけですね。確かに本来であれば、他人の口座の認証を突破し不正に送金することは困難だ。しかし水原氏と大谷はオフにも行動を共にし、通訳の枠を超えて大谷の私生活でも交流してきたほどの中、お金に無頓着な大谷の性格もあり、アメリカでの支払いや金銭管理を水原氏に任していたという情報もある。大谷にもはっきりと嘘つきの烙印を押された水原氏だが、当初から彼の証言には腑に落ちない点が多く見られた。アメリカでスポーツ賭博は幅広く浸透していますが、カリフォルニア州では違法とされ、一般的なオンライン上のブックメーカーのサイトにカリフォルニアの IP アドレスからはアクセスできません。若い頃カジノディーラーの養成学校に通っていた水原氏がカリフォルニアでスポーツ賭博が違法と知らなかったとは考えにくく、証言の信憑性が疑われます。ボーヤー氏と懇意になった水原氏は信用取引、もうこのボーヤー氏っていうのはその違法賭博 の元締めですよ、これね。ボーヤー氏と懇意になった水原氏は信用取引、後払いで自己資金を大きく超えた金額をかけていった。そもそも後払いで賭博ができる時点で、それは州に関係なくほぼ 100% 違法賭博なんですと。そりゃそうですわね。でもなんかカリフォルニアがなんか違法賭博で認められてないっていうのは、やっぱそういうとこは厳しいんだ。じゃあもう隣の州っていうか、あれにカジノに行ってくださいっていう、ラスベガスに行けっていうことなんだろうね、やっぱね。税金をまあそっちで落としてもらうと。賭博を始めた頃、エンゼルス時代の年俸が約8万5千ドル、1300万円だった水原氏に7億円もの負債を許すのは、常識的に考えて返済リスクがありすぎます。堂本のボーイヤー氏は水原氏の背後に確実に借金を回収できる大谷選手を想定し、無理な借金を重ねさせてから、無理な借金を重ね、させて絡め取っていたのでしょうとね。もう狙われてるっていうことですね。これでも最初の頃の年俸っていう、エンゼルス時代では、年俸がもう水原さんは1300万円だったけど、今は7000万とか最高7500万とか言われてますよね、1年で。その選手でもないのによ、ね、ギャングやマフィアが運営していると。水原氏を奈落の底に突き落とし、大谷を巻き込んだボーヤー氏は、ボーヤー氏とは一体何者か。現在50歳前手前と見られる同氏は、もともと害虫駆除業者だったが、事業がうまくいかずギャンブルにのめり込むようになった。アメリカでもあるけどね、あれゴーストバスターズかなんか、ゴーストバスターの仕事、あれなんか害虫業者じゃなかったっけ。大体あの害虫業者ってネズミとかね、あとまあゴキちゃんとか、それをこう家ごと消毒したりとかするやつですよ。うん、まあ、大谷君はまたなんか今出てるね、類に。
そんな感じですかね。ちょっとえらい活躍してるじゃんなんか。まあまあいいこといいこと。ね。そう、害虫駆除業者ね、ゴーストバスターズじゃなかったっけ、あれゴーストバスターズの害虫業者じゃなかったっけ。まあ、害虫駆除業者だったが、事業がうまくいかずギャンブルにのめり込むようになった。そのボーヤー氏っていうその肝心元っていうか、そのなんかあれよ、胴元よ、胴元トップのやつよ。ね、11年にはラスベガスのカジノで42万5000ドル約6400万円の負債を負って自己破産を申請した。で、1回は自己破産してんだ。大体そういうやつがやるんだよね。ネズミにかじられた親方なんじゃないの、このやつはね。だがいつの間にか再起し、17年に南カリフォルニアの高級住宅地に一戸建てを購入。平均住宅価格が約2億円を超える裕福な町で、4つの寝室に5つのバスルーム、プールを完備した。彼の豪邸には4億円を超える、資産価値があるというと、もう警戒君がちょっと頑張ればこれぐらい住めるんじゃないの。俺たちの税金だったら困るよ。まあそういった資産価値が、だいたい出どころがこれ怪しいやつだね。害虫業者あのネズミバスターズとかやってるやつでしょ。最近では怪しい海外の不動産投資に関与して、カリブ海の楽園での不動産所有を手頃な価格で実現するを謳い文句に、定年退職した高齢者たちに話を持ちかけ、トラブルにはなっていたようです。いわくつきの人物と見て間違いありません。ろくでもないやつだ。大体ね、一回もそう破産宣告しといて、だからもうこれじゃ儲からないよということなんで、もう違法なことでもやってやれっていうとこでしょう。まあこの現地の特派員がこう言ってますからね。自己破産後もギャンブルから抜け出せず、コネチカット州やカリフォルニア州でも賭け事で作った負債を抱えていたが、いつしか違法賭博の胴元として活動するようになった。ということはね、いろんなあの州によってぐるぐるこう回ってるっていうことは、結構飲み屋っていうか、そのね、違法賭博ですから、ギャングとかなんとかね、他の州からもかけれるわけですから、なんかそういった知り合いも絶対いるよ。誰だったか、なんとか精子のね、なんか何十億か溶かした人、絶対にケツ持ちがいるからっていう、まあ、ケツ持ちっていうのはそのギャングとかね、怖い人が絶対に後ろにいるからということですね。まあ、また違法でやってればそういうのが いないとできないんですね。トラブルがあった時に回収に行ったりとかね、またほら回収に行くっていうのは先貸ししてるでしょ。もう持ち金だけでやらせるんじゃなくて、貸金業者みたいにやってるからね。それはもう絶対トラブルがあるから、もうギャングはいますよ。違法賭博の胴元として活動するようになった。もう一か八かっていうことなんでしょう。豪邸を購入後、ボーヤ氏はラスベガスに会社を設立して、自宅近くにブラジリアン柔術のスタジオをオープンしました。なんかわけのわからんことやってんね。ブラジリアン柔術、これもなんか、なんか自分のボディガード養成所じゃないの。そのブラジリアン柔術のスタジオをオープンしました、ラスベガスに。
その頃から金回りが良くなり、オフショアやカリフォルニアを拠点に違法賭博の元締めをしていたと指摘されています。胴元として儲けるため非合法な賭けにも乗ってきそうなカモを物色していたとされます。だからその水原一平さんはカモだったんですよ。こいつ一人じゃ金は持ってないけど、近くの友人とかなんかが絶対金持ってるから取りっぱぐれはないと脅せば、脅してやれば何とでもなるだろうと思ってたんじゃないですかね。カモなんだ、カモ水原カモ、カモを物色していたとされますと、地元のこのね現地特派員が言ってるか間違いないでしょうね。この人もこの間結婚したばっかりでしょ。そのちょっと奥さんは、ちょっと服着てるからちょっとね、ダボっとした服着てるからちょっとなんかカップがいいような感じもしますけど、顔は美人さんだもんね。なんかボインボインっていう感じじゃないの、なんかで綺麗だったしね。もう離婚でしょ、ね、これはもう離婚しとかないとこれ債権まで取られちゃうことになるからね。奥さんまでかかってきちゃうから。百戦錬磨の坊や氏にとって水原氏は飛んで火にいる夏の虫だっただろうとこいつ一丁捕まえちゃったよという、飛んで火にいる夏の虫、なるほど。坊や氏と接点を持った直後から水原氏は信用取引で賭博を始め、わずか1年余りで1億円以上の損失を出し、家族や友人知人からお金を借り受けていたそうです。それでも賭博をやめられず、23年末には借金が約6億円まで膨らみ、ついに大谷選手のお金に手を出したのでしょうと。やっぱ急激に6回か7回出したんだ。写真がね、これちょっと大谷夫妻と水原夫妻、もうちょっと綺麗な人ですよ。奥さんも大谷君の奥さんスタイルがもう抜群であれだけどね、結構背も高いんじゃないの。これはフォーショットで撮ってるけど、これが最後の写真になるでしょうって書いてあるけど、そりゃそうだね、最後の写真だねこれね最初で最後のフォーショットになってしまうのか、もうそりゃそうです。あとはなんかね、卒業写真でなんか病気で来れなかった生徒のためみたいにして、右側の四角のとこでポンとこう写真載せるぐらいじゃない。でも今デジタル技術でね、ちゃんと人と人との間に人間を入れてうまく作るらしいですね、今の卒業写真。小学校、中学校、高校、あれはなんかちゃんとその日休みの人も普段の写真を合成して、椅子を一列を多くしてですね、でそこでこうちゃんとじっと座ってるらしいんですよ。だから分かんないと、AI 加工してるんだよね。借金が6億円まで膨らみ、ついに大谷選手のお金に手を出したと。よくある やり方ですね。他方メジャーのスーパースターで、億万長者の大谷選手周辺をカモにした、周辺をカモにしたボウヤ氏は有頂天になり、ラスベガスの仲間に大谷選手とのつながりがあることを吹聴しては、大谷の名前は俺の信用を上げるのに使えると豪語していたと言います。大谷の名前を使うんだ、やっぱ使うわね、俺がねちょっと面倒見てやってんだよという、
まあ、ギャングとかマフィアが大体運営してるっていうことですからね。まあ連邦捜査っていうか、その偽証だけで、連邦捜査への偽証だけで最高に5年と、そのお金をかけたんじゃなくて偽証罪だけで、嘘をついただけだね、警察に言って。まあ日本に行ってもね、大谷君の荷物を運んだりしてね、まあこれ、まあ、そのぴったりついていたわけですよ、ね、だが高笑いは長く続かなかった。 FBI によってボウヤー氏の違法事業はあえなく摘発されることになった。これも去年の10月ぐらいには逮捕されてるらしいですもんね、ボウヤー氏は。現地で取材する大手紙タイムズの特派員キーラン・サーザン氏が語る、違法なブックメーカーは通常ギャングやマフィアによって運営されており、違法賭博に加担することは裏社会のマネーロンダリングや電信詐欺を手助けするとみなされる可能性があります。カリフォルニアで長く育った宮津原氏が違法賭博の存在を知らなかったことは考えにくく、当局は彼がなぜ大谷は賭博を知っていたのか、大谷は賭博あ現当局は彼がなぜ大谷は賭博を知っていたという当初の説明を変えたかに関心があるはずと。まあ、1日目と次では全く話が違いましたからね、180度。まあ、180度待って360度ぐらいじゃないの。なんか360度になった疑惑ということですけど、まあね、まあ、警察当局はそういうふうに1日目と2日目の証言がなぜ変わったかに関心があると。ラスベガスに的な賭博業者があるのに、なぜ水原氏がボウヤー氏と取引したのかも当局は知りたがっているのでしょう。だからラスベガスで別にかければいいことですからね、電信取引でも。ただラスベガスで口座っていうか、それは作っても、カリフォルニアからアクセスしても IP アドレスが通りませんよ。ただ IP アドレスを変える方法を使えば、それはどこからでもできますね。 IP アドレスを変えることができますんで、ちょっと詳しい人に聞けばね、怪しいやつに聞けば分かりますよ。ね、知りたがっているとね。そして、ボウヤー氏については、捜査主体が FBI であることが大きな意味を持つという。 FBI はボウヤー氏の背景には大規模な犯罪組織があると睨んでいて、厳しく追及する方針のようです。だからもうアメリカ全土に、行きますからね、地元警察じゃなくて FBI は広域捜査をできるあれですから、犯罪組織が、 FBI はもう広域な犯罪組織があるというふうに思ってるわけですね。厳しく追及する方針のようです。ボウヤー氏と水原氏は頻繁にテキストメッセージでやり取りを重ねており、今後はそうした通信記録も丹念に解析されるでしょうと。結構やっぱやり取りを直接このボウヤー氏とやってるわけですね。ちょっと まずいでしょうね。連絡する必要はないわけですから。ただ、前金で金を借りるっていう時には連絡しないと借りれないでしょうからね。捜査に関連してさらに
懸念されるのは大谷が偽証の罪に問われるケースだ。現状では大谷選手が捜査の本丸となることはなさそうですが、調査に対し虚偽の説明をしたとみなされた場合には話が変わります。これまで違法なスポーツ賭博が立件されたケースでも FBI は関係者を偽証の罪で罰したことがあります。水原氏の証言は変遷しており、会見を開いても大谷選手サイドが全ての事実をつまびらかにしたわけではないでしょうと、会見をあの時期にやってもね、彼に大谷選手サイドの主張の信憑性が揺らげば FBI が強硬な態度に出るかもしれません。連邦捜査への偽証は最高で5年の連邦刑務所行きですと。ああ、だから、もし偽証罪を問われた時に大谷君でさえ、そんな風になると5年の、刑務所行き、でもこれあれなことがね、もうちょっとすぐ分かるでしょうから、偽証の罪でね、まあ、ちょっとでも水原さんはもう直接、結構やってるから、もうそこからあれでしょうね。そしてまたこれはね、強力な最強弁護団がいたらですね、もう話させないですよ。それは弁護士が話し合いっていうか、して弁護士立ち会いの上でこう言いなさいということで、そうですから、オージェン・シンプソンでもそうじゃないですか。もうコロッと変わっちゃうわけですから、有名人ってだけで、というぐらいのあれですからね。だからちょっとまたいろいろ日本と違いますからね、まあ司法取引みたいなのもありますから、水原さんも司法取引があるかもしれませんよ。そのどういうやつが出入りしてるやつを見たとかね、ギャングのどういうやつとか名前があるとか、そういうなんか、情報を出すことによって司法取引っていうのもありますからね、ただ罪は問わないからと、歴史を塗り替えたアジア人、まあ、これがまあちょっとね、あまりこうアメリカでもよく思われていないと。だって最高額で1000億もね、お金も年俸も取るし、やっぱり、これから歴史をどんどんと塗り替えていくでしょう。選手の記録、今でも記録はもうどんどん破られてるわけですから、二刀流でやっていけばもう全てが二刀流で、今やってることがですね、全部記録になるわけですよ、アメリカの。まあまあよく思ってないと、ね、大谷と水原氏の蜜月はあまりに有名だと。仲のいいことはね、一蓮托生の間だけに、水原氏に関する疑惑の数々は大谷にも飛び火する。江南大学名誉教授で弁護士の園田久志氏が指摘する。今回の最大の問題は非合法な賭博組織にお金が流れたことです。もしも大谷選手が送金先が非合法な組織だと知った上で自ら送金をしていたら大変な問題になります。仮に大谷選手が知らなかったとしても、自らの口座から資金が流れたことは事実なので、社会的な責任を問われます。メジャーリーグのルールブックによると、スポーツ賭博に関して、選手や審判、球団職員自らが、自分がかかる試合にかけたら永久追放処分、自分が関与しない試合にかけたら1年間の資格停止処分になると明記している。野球以外のスポーツ賭博は禁止されていないが、ジャンルを問わず違法とされる
賭博に手を染めたらペナルティの対象になるという、現在の状況について、別の在米ジャーナリストはアメリカ国内における大谷への特殊な潜在意識の存在を指摘する。もちろん水原氏が手を染めた違法賭博は擁護のしようがありませんが、 FBI の捜査については、底意地の悪さかね、FBI の捜査については底意地の悪さを感じます。ここにぶつけてくるんだもんね、オープンするときに。もうだから去年の10月にはこれボウヤー氏は逮捕されて、ずっと今も監禁状態っていうかね、自宅監禁軟禁ですけど、その状態ですよね。底意地の悪さね。経緯を振り返れば、当局は1月には大谷選手の口座からの送金を確認していたにもかかわらず、当事者への捜査の前にわざわざアメリカのスポーツメディアに情報を流したと。その本人に言うんじゃなくて、わざとスポーツメディアに情報を渡したと、流した。結果として大谷選手にとって最もダメージが大きくなるシーズン開幕に合わせたタイミングで疑惑が明るみに出ることになりました。じゃあアメリカのスポーツメディアも待ってたんだね。これもドジャースが強くなると困るという、もちろんね、球団がこう増えてくれば、ドジャース以外はみんな敵ですから、何でも利用するという、わざわざ FBI がですよ、アメリカのスポーツメディアに情報を流したと。結果として大谷選手にとって最もダメージが大きくなるシーズン開幕に合わせたタイミングで疑惑が明るみに出ることになりました。大谷選手サイドにとってはシーズンイン前の最も忙しい時期に水面下で当局とメディアが組んで証拠を集め、一気に吸収された、まあ急に襲撃されたということですね、されたのでしっかりと対応できなかったというところでしょう。捜査当局の存在感を示すことにはなったのでしょうが、大谷選手にとってはたまったものではありません。また FBI だけではなく米球界にも同様の意識を感じるという、二刀流で前人未到の記録を打ち立てる大谷選手はドジャースへの移籍に際し巨額契約を結びながら異例の後払い方式を導入しました。これによりチームは選手補強のために何百万ドルも節約できるようになりましたということで、これは10年分を一気にもらうんじゃなくて1年ごとにもらっていけばですね、税金を払わなくて、あんまり払わなくていいんですよ。だからこれにも頭に来たと。まあこれは向こうのなんとかね、税理士が考えた方策、弁護士とか弁理士が税理士、それが考えた方策だから仕方ないよね。まあ何万ドルもね、何億円かも節約できるようになりましたと。しかしながら LMB では選手の年俸総額が大きいチームから追加の贅沢税を徴収するなど、球団の資金力によって戦力に格差が出ないように、工夫してきた歴史がありますと、関係者の一部からは球界が腐心してきた戦力均衡策を崩しかねない抜け穴だと否定的に捉える声もあるということですね。まあ球界が、アメリカ球界が腐っていったのは、まあそういったそのお金の均衡でその選手がいいとこには行ってお金のないチームには行かないと、それを否定的に捉える声もあるということですかね、関係者は。
まあ、球団っていうか、まあ、球界関係者ということでしょうね。また大谷がアジア人であることも無関係ではないという声がある。いくらユニコーンとても、いくらユニコーンともてはやされていても、ベースボール発祥の地であるアメリカ、なんかあの苦闘点をこういいとこで点をやってくれないとこもあるよね、これはね。ちょっと苦闘点ユニコーンのとこやってないから。アメリカでは大谷選手は所詮外国人なのです。特にアジア人への偏見や差別は根深いものがある。次々と記録を更新する彼の活躍を面白く思わない人たちは少なくない。実際ドジャース以外の球団のファンたちからは、一連の問題で大谷選手の責任を追及したり処罰せよと論じる声がすぐに上がり、大谷選手の会見後も止まりません。だから大谷選手に1年休んでもらったりとか、3ヶ月休んでもらうと楽になるのになと、1人いなくなればこいつがと、まあ、ライバル球団は思うかもしれませんね。米球界にはこれまでの記録を塗り替え、観衆にも風穴を開ける大谷選手へのやっかみがあるはずです。もう二刀流で行く限りはね、全部があの二刀流の記録になっていくから、今どんどんと塗り替えてるとこですよ、ね。まあ、何かの時に発表する時には分かるんでしょうけど、まあそのね、二刀流とかいう慣習にも風穴開ける、まあ、子供たちでもね、二刀流やりたいとかアメリカの子供たちでも思うかもしれないじゃないですか。大体あのピッチャーでねホームラン打つっていう子はいますから、子供の時でもね、今は球団も MLB も大谷選手を守る姿勢を見せていますが、万が一水原氏が野球も賭けの対象にしているようなことがあれば、見せしめ的に大谷選手への処分を実施する可能性もあるでしょうと。数ヶ月から1年休めということになるかもしれないんですよね。まあそれがないようにあの弁護団つけてますから、まあ在米ジャーナリストはそんな言ってます。アメリカ社会に漂う大谷への厳しい空気の中で、大谷の助っ人となるのが最後の弁護団だと。大谷の弁護士として声明を出した弁護士事務所には、俳優のレオナルド・ディカプリオ、なるほど、俳優のレオナルド・ディカプリオ、あれもなんかあったかな。それとジョニー・デップ、ジョニー・デップあれ勝ちましたよね、あの奥さんの訴訟で、なんか奥さんがぶん殴られるとか言って、で結局あれ嘘だったということで、1円も払わなくてよかったですよね、1円もっていうか。ジョニー・デップね、ちょっとあのあれも裁判されて困ったあれですけど、もう完全勝利だったですよね。で文句を言ったあの 元嫁さんかなんか、あれ1円ももらわなかったんじゃないの。まあ若くて美人さんだったけどね。ジョニー・デップの裁判を担当したセレブ御用達の、弁護士が所属する。注目すべきは大谷選手の弁護士が、大谷は大規模な窃盗事件の被害者であると主張していることです。会見でも疑惑を断固否定した大谷選手ですが、今後も大谷は騙されて巨額の金を盗まれたと主張するのでしょう。現地メディアが声高に叫ぶ送金に関する不自然さについても、大谷選手と水原氏の特殊な関係を丁寧に説明することで解消していくのではないでしょうか。まず、僕らからも外部でも見てもですね、あんなぴったり、日本に来るときには365日ぐらい、もう とにかく毎日過ごす時間が多ければ、盗み見ることも、アクセスを盗み見ることもですね、
それとだいたいパスワードっていうのも全く違う方にはしないので、いろいろだからだいたい統一してると思うんで、それはちょっと難しいんじゃないかな。それを FBI とかあれがやっていくのはもう弁護士がついたら無理でしょ。そういうことに関しては無理だと思いますよ。水嵐との特殊な関係をね、丁寧に説明していくのではないかと思ってると、そうすればすぐ明らかになると、無実はね、大谷君の。自身に向けられた疑惑についても全面的に否定した大谷、これから先 FBI と大谷サイド、水嵐氏や水原氏やボウヤー氏だとの死者4者4用の駆け引きが繰り広げられる可能性があるが、再び野球に集中する環境は整いつつある。もう今日見ててもあれですけど、ホームラン打ったりとか、またヒット打ったりとかね、してますんで、そこを乗り越えるメンタルっていうのはすごいんじゃないですか。新天地での開幕早々に訪れた試練はとてつもなく大きかったが、ユニコーン大谷ならばこの試練もきっと乗り越えてさらに大きく羽ばたくはずだ。今のところうまくいってますよ。はい、ということでちょっと長いんですけど、今までのやつがちょっと大谷君のやつで、あとは半ページですね、1ページの半分に満たないぐらいが最後になります。あ、最後じゃないか、ちょっとごめんね、長くなってもう一気にありますわ。ちょっとあと1ページ半ぐらいあるか、すいませんね。1ページ半じゃない、いや1ページは、学歴詐称疑惑、これは大谷さんのあの通訳の水原君ね、一平さん、学歴詐称疑惑、怪しい副業情報も浮上、巨額違法賭博だけじゃないと、水原一平39歳、嘘と流浪の履歴書、嘘ばっかり書いてるからね、もうこういうとこでバレちゃうんだよね。嘘でうまいことこんなやっちゃって、またべっぴんさんの奥さんまでもらっちゃって、で大谷君からなんか新婚旅行のね、チケットも、飛行機のチケットからホテルから全部プレゼントしてもらっちゃって言うことなしじゃないの。そんな感じですか。はい、水原一平氏ね、今一平さんとはごく限られた人を除いて連絡が取れなくなっています。開幕戦の最中に違法賭博が明らかになって以来、自宅にも帰っておらず奥さんと一緒に姿を消しました。いや、奥さんも一緒に逃げたの？いや、逃げたって言ったら悪いか、逃げたってのは悪いけど、奥さんもそのついていくわけ？奥さんはやっぱりなんか借金が回ってくるといけないから、普通はあの偽装離婚でもなんかとにかくしますよね。どうなんだろうね。奥さんと一緒に姿を消しましたって書いてるから、奥さんもちょっといろいろマスコミにね、やっぱ狙われると嫌ですから、それはそうでしょう。現地でも一平に弁護士がついているかどうかもわからないと報じられています。財米ジャーナリスト、そらつけるかな、つけるでしょう。ただそれを弁護士代を払う人がいるわけ、あれはまた払ったら払ったで、払った人にまたなんかあれが行くからね、あんたその弁護士代払ったんだったら、あのその7億ぐらいの借金それを払ってよというふうに言われかねないから、ちょっとそれはやりにくいだろうね、貸してあげたくても。
一変ないのかわからないと、これまで大谷の良き理解者で最高のパートナーとされてきた水原氏、当然ながら今回の件でその評価は一変した。大谷選手の活躍もあって一平さんは世界一有名な通訳といっても過言ではないほどの知名度を得ましたが、現在アメリカでは彼の学歴詐称が疑惑まで噴出し、そこだけではなく経歴にも疑義が生じています。在米ジャーナリスト。エンゼルスに大谷と共に在籍していた17年、MLB の公式ガイドブックには水原氏の経歴についてカリフォルニア大学リバーサイド校を卒業と表記されていた。複数のメディアが大学側を取材したところ、水原氏が在籍した記録は存在しないとの回答を得たと報じました。これはもういろんなところで言ってますよね。今大谷君がね、今ちょっと、打席に入っておりますけど、ワンボールね、ノーストライクワンボール、まあでも頑張ってるよ、まあちょっと今つらいとこはあるだろうけどね、まあ豪快に素振りをしてますよね。水原氏が存在した記録は存在しないとの回答を得たことを得たと報じました。また元プロ野球選手の岡島秀樹さんの通訳を担当した時期についても間違った情報がまことしやかに広まっているのですと、そうした事態を受けて3月23日、岡島氏が所属していたボストンレッドソックスは報道は誤りで、水原はボストンレッドソックスに雇われたことはなく岡島秀樹の通訳も務めていませんと異例の声明を出す事態となった。もう知りませんよと。じゃあ何だったんだろうということですか。ただでやってたわけ。なんか通訳も務めていません。幼少期に父親の仕事の都合で北海道から移住しカリフォルニアで育った、水原氏の寿司職人かなんかでお父さんがあれだったんですよね。でアメリカに行ったということでしょ、でも子供の時からカリフォルニアにいたっていうからね、まあ寿司屋さんするのでお父さんと一緒に、カリフォルニアで育ったと移住して、水原氏、実は日本球界で通訳として採用されるまでの経歴は定かではない部分も多い。20代の頃は料理人の父親の知人のもとでバイトしたり、カジノディーラーを養成する専門学校に通ったりしており、その後は日本酒の販売営業にも携わっていたそうです。なんか自分探しをしててね、なんかそのディーラーのなんか学校行っても卒業してないんだよね。もう途中で辞めちゃったんですよ。なんか自分に才能がないと思ったんじゃないの。もう大谷君はもう今引っ込んでいたか。ね、その後日本酒のアメリカでお酒の販売営業にも携わっていたそうです。なんかあんまりね、他のメディアのあれによるとなんか営業が下手だったそうですね。でほとんど売れなかったと。売りに来ていたけど、セールス来ていたけど、なんかうまくなかったということですね。そういうふうに酒も売れないので職を転々として自分探しをするような時期もあったようですが、野球に関わる仕事がしたいと一年発起、12年に北海道日本ハムファイターズの通訳に応募し採用されました。外国人選手たちの通訳や生活のサポートを務め、連絡あればすぐに駆けつけると約束し実践していたので、選手だけではなくその家族からも信頼を得ていましたと。もう家族のことでもいいから通訳をするよということですか。なるほどね。
あと1ページですいませんね。ライター、その後は大谷と一緒に誰もが羨むサクセスストーリーを歩んでいたが、違法賭博に手を染め一気に人生が暗転した、もうジェットコースターみたいなやつですね。もう上がることはないでしょうけど暗転した。通訳としてニュアンスを捉える能力は抜群でしたが、性格的にはちょっと抜けているところもあったと。大谷選手の広報役も務めていましたが、取材の申請や問い合わせに反応がなく、断りの連絡すらないことに苦労していたメディア関係者も多数いますと。さらに近年は通訳外の副業にも興味を示していたというと、ペットビジネスに関連する SNS を立ち上げていたほか、7500万ももらってて、そのペットビジネスをやる必要はあるんですか？その自分のなんか兄弟とかね、仕事がなくてだったらお金出してやるよだったらわかるけど、あんた忙しいんでしょ？なんか通訳で、そんなにそんなことやってんだ。ペットビジネス、そらうまくいったら儲かるけどね。ブローカーまがいの自称経営者と接点があったという話も聞きます。賭博の借金を返済するために怪しい事業にも手を出そうとしていたのかもしれませんということですかね。なぜハマってしまうのか、これはもうね、大王製紙の息子、自分が社長になってて、あの人なんとかさん、あの人は結局溶かしたわけですよ。自分の金が足りなくなった会社の金50億ぐらいね。で頭いいってみんな言うじゃないですか。なんで東大も出てて、そんな博打に手を出して会社が傾くほどの何十億もその使うわけ三流大学出てもそんなことは分かるよ。東大出てても分からないんでしょね。その博打、カジノに行ってそういうことをやって負けると、で結局なんか辛い思いしてるわけでしょ。社長の座も追われて、今 YouTube で言いたいことだけ言ってますけど、まあそれでもまだまだ資産があるから、まあいいですけど、頭がいいと言われてる人でもね、いいのか悪いのか知らないけど、バカじゃないのということですね。まあ考える脳みそは一緒ということですね。まあなぜハマってしまったのかと、まあ違法賭博とか博打ですね。逮捕された元野球選手が告白、僕は博打で身を滅ぼすまでと。ちゃんと野球しとけよということですかね。アメリカでは2018年以降、スポーツ賭博の合法化が進み、手軽にスマホから賭博ができる文化が浸透しました。マイケル・ジョーダンも、マイケル・ジョーダン？マイケル・ジャクソンじゃなくてね、マイケル・ジャクソンじゃなくて、マイケル・ジョーダンも、ギャンブル好きで、現在ではマイケル・ジョーダンって誰だっけ、マイケル・ジャクソンなのか、マイケル・ジョーダンって言ったよね、スポーツ選手だよね、なんかね、マイケル・ジョーダンもギャンブル好きで、現在ではアメリカで一番有名な賭博オンラインサイトの出資者に名を連ねていますと。やっぱりこう合法賭博のね、出資者とかでやるんだったら、これは間違いなく儲かるよ。マイケル・ジョーダンってあれでしょ、あれだよね、マイケル・ジョーダンはあれですよ、プロバスケット、ジョーダンね、そうそう、思い出しました。有名なナイキのシューズがあるじゃないですか、ジャンプしてるような、マイケル・ジョーダンね、なんか病気は大丈夫だったのあの人はね、まあね、
マイケル・ジョーダンか、うん、ギャンブル好きで、現在でアメリカで一番有名な賭博オンラインサイトの出社に名を取られた。マイケル・ジョーダンだよね。あれ、あの意外とアメリカで寄付してなかったということで、なんだよ寄付してねえじゃねえかよとか言われて、でみんなから言われたんで、6億とか8億なんか10億くらいかな、なんか寄付してましたね、みんなから言われるから。あ、親父と仲悪かったんじゃなかったっけな、どうやったっけね、あれね、うん、古くから洋の東西を問わずスポーツとギャンブルには親和性がある。問題なのは賭けの対象となる選手やチーム関係者の中から金品を犯す者が出てくることだと、うん、まあ日本はね、スポーツがあんまりなかったからね、江戸時代は長藩博打、チンチロリンその後はチンチロリンとかね、長藩博打なんかあれはなんかよくあるよね、タコ部屋でチンチロリン博打やったとかね、どっかからサイコロ仕入れてて刑務所の中でやってる人もいたとかいうあれですから、チンチロリンよチンチロリンって分かんないかな、丼の中にねサイコロ2つ入れたらカランカランカランチンチロリンとか言ってこう回るじゃないですか。でどの目が出るか分かんないよね。でチンチロリンって言うからチンチロリンって言うんですよ。長藩賭博ですね。長とか藩とか言って、まあ、簡単なとか、もう誰もが見てもちょっと、ね、イカ様ができないってやつですか。まあ中にちょっとあれが入ってたら、大盛りが入ってたら困るけどね、そうか、ね、結構盛り上がってますよ野球もね、ね、金品を犯す者が出てくることだとね、森の石松とかあれいたじゃないですかね、絶対博打と酒をやっちゃダメだと、で絶対ダメだよって言われてんのに、そのまた酒飲んでなんかお金貸しちゃって、で清水の次郎長のなんかね、神社かなんかに参る金をなんかそれ全部取られちゃって、で結局はなんか死んじゃうよね、なんか、人情沙汰になってやられちゃうんですよね、金品さん、60年代から80年代に安打製造機と呼ばれ、通算4256安打の MLB 歴代1位記録を持つ元大リーガーのピート・ローズもその一人だ。これ口が悪いんだよね、文句言ってんですよ、なんだあれやとか言ってあれは違うだろうとか言ってピート・ローズは文句言ってんの、もう永久通票でしょこの人ね。まあでも俺たちの時はピート・ローズは安打製造機っていうかね、うん、結構人気あったんですよ、うんうん、ローズはシンシナティレッズの監督を務めていた89年、野球賭博に関わったとして球界から永久追放を受けた。自叙伝などで毎晩のように自分のチームの勝ちにかけていたとこれお前もピート・ローズもね、もう盛り抜いしますかよとね、超と言ったら超ね、たまに半かけろよと思うんですけど、超って言ったら超ね、超、まあ自分のチームにかけていた、まあそれはどうなんだろうね、まあいいことか悪いことか分かんないけど、まあいいことかな、自分のチームの勝ちにかけていたと認めています。まあこの方が言った方が罪が軽くなるからじゃないの。これまでローズは処分の解除や米国野球殿堂入りの資格を復権するように繰り返し MLB に求めてきましたが、いまだに認められていません、これはもう死んだ頃か、死ぬ間際か、死んだ頃ぐらいでしょうね、日本でも
ずっと昔でもあったもんね、なんかシューレス城とかね、靴履かないあのシューレス城、うん、日本でも15年巨人軍では巨人軍で野球賭博をしていたとして現役の4選手が解雇された。そのうちの一人で現在は YouTuber としても活躍する笠原明夫氏、笠原そんなのいた知らんね、YouTuber やってんの、なんか YouTuber 全部何でも OK だね、なんか前科者でも何でも OK なんだ。自身の経験を振り返る、あとちょっとですよ、経験を振り返る。野球賭博に手を染めたきっかけは当時兄のように慕っていた飲食店経営者からの誘いでした。負けが込むと取り返そうとして、どんどん深みにはまっていった。アスリートはギャンブル好きが多いですが、ああギャンブル、それは勝負師だからだと思いますね。あのあれが好きだよね、あのなんだっけ、あのマラソンのキューちゃん、あのキューちゃんよ、あの女子マラソンの、あれさ、あのパチンコグリだよねずっとパチンコ、ずっとパチンコ屋に行ってますよね。まあそれだけは儲かってるから、遊びの範疇でやってるからそこまではなんないだろうけど、そうそう、あのキューちゃんよ、キューちゃん、キューちゃんのあのパチンコ、あの人パチンコグリよねまあでもそんな日本のパチンコで言うとそんな借金あるってことはないでしょう、そこまでは。今はなかなかね、あのあれが大きくないようにやってますからね、家計がね、1円パチンコとかそんなになってますからね。勝負師だからだと思います。そんなことはあるかなひどい時は、まあ、負けず嫌いということかな、ひどい時は球場のロッカールームからどのチームに張るか胴元に連絡を入れていたという。小さい時から勝ち負けの世界にいて、勝負事でしか得られない一瞬の快楽というかヒリヒリ感を求めてしまい、のめり込んでいった。苦しい練習もある中ギャンブルに熱中することでストレスを発散していた面もありましたと。まあまあそれあんたの場合でしょ、他の人やってないんだから。球界を引退した今は不思議とギャンブルがしたいと思わなくなりましたと。笠原氏、博打が好きなのは野球選手ばかりではない。いや野球選手はね、女が好きだからね。女が好きなのに焼肉が好き。焼肉ばっかり食ってるよ。あれなんかあのキャンプに行った時、野球のキャンプで、まあ、すぐ帰ってシャワー浴びて夕ご飯があるじゃないですか、ホテルでね、キャンプの時のホテル、まあ肉関係が多いわけですよ。それ食べて、それから町に飲みに行くんですよ。でちょっと飲み始めがあるでしょ、したら今度は焼肉屋、あ一発目から焼肉屋、飯食った後にちょっとお酒入れたら焼肉屋、それからちょっとあの現地の人かなんかにパチンコ屋さんとかなんか社長さんに呼ばれて、いろいろみんなの前でこう飲んだりするわけです。10人ぐらい集まった時ね。で野球選手が来たよと、でそれで飲んで、で一時飲んだら今度はまた、女の子がいるとこをぐるぐるこう回っていって、どれかお持ち帰りできそうかなとかってダメだった場合が、で焼肉をこんな食いに行って、で焼肉をしそうになって、で焼肉で締めてそれで帰る。でその食事代一回一旦出るじゃないですか、ホテルから町に1円も使わないのよ。男芸者って言うんだよあれ、男芸者、あの全部谷町っていうか、あの地方は地方の建設会社の社長さんとかそういう人が
まあ、10人ぐらい集めて握手なんかさせちゃって、で飲んでね、全部ただタバコ代ぐらいじゃないかな、自分で金出すの、そんなもんよ、うん、でもう町に行く時もタクシーも乗り合いでタクシーで行くしね。であれタクシー会社がね誘致したんだよ。だからタクシー券もらっててただだよ。ただだった俺たちのとこはね、全部ただねタクシー券もらうからね、まあそんなね、不思議と引退したと今は不思議とギャンブルがしたいと思わなくなりました。いや嫁さん子供がいて嫁さんがうるさいからでしょ多分ね、本音のところは。それが言われなかったらやり続けるよずっと。賭博が好きなのは野球選手ばかりではない。10年には2010年にはね、大相撲で数十名に及ぶ力士や年寄りが野球賭博などの違法賭博に関与していたことが発覚。27人が書類送検され、大関琴光と大竹親方当時が解雇された。ちょっと話はずれるけど、最近110年ぶりに平幕優勝したじゃないですか。あれね、何も110年なかったわけじゃないのよ。何十年も八百長やってたからね。だから平幕勝てないんですよ。で平幕で強く出たやつはぶつかるからね、潰せと、怪我させろと、もう勝ち負けはいいから怪我させろと、一緒に倒れるのだったら倒れ込んでいって怪我させろというふうな指令が上から来るわけですよ。そして星の取り合いというか、もう何十年もこのお相撲は歴史があって、大関とか横綱なんかがちょうどね、訓録大関とか言ってましたけど、星が足りない時には買うんですよね。お金を出して30万とか50万とかで、それ現金で払う場合もあれば、次の時に自分がもう関係ない時に負けてあげるとか、まあ大関横綱からさ買うばっかりですけど、金持ってるから。平幕とかそこへんはですね、星はもう8勝7敗とか、勝ち越しはしたから、あとはもう優勝は望めないし、あとは負けてもいいわけですよ、2勝ぐらいね。だからそれを売ったりとか、だから110年も出なかったよね。みんな不思議には思わないですか。いや、で八百長してたからですよ。これはもう昭和の前から、昭和の時からずっとだから、だから常に有名な人が買ってたでしょ。これやってた人ってのはみんな千代の富士からなんかな、みんなもうほとんどやってますよ。やってない人いましたね。あれは博打で捕まった大竹親方かなんかね、じゃあね、あれが今言ってましたけど、高遠力か昔ね、あれが YouTube で言ってましたけど、俺たちの町から出てるあれはね、なんとかっていう力士がいるんですよ、延岡出身。あれが結構長いんですよ。あれガチンコだからって、あいつはと、だから勝てるんだよと。で星のやり手せずにガチンコでやったら、まあ、自力の強いやつがね、勝てるようになってる。琴栄光かね、琴栄光、あれはなんかあれガチンコだよって5人か6人名前出してましたね、 YouTube で、でガチンコでやってるやつとか言って、で星のやり取りしないやつね。だから110年とかね、すごいとか言っても、その今まで、今の人は違うよ、今の人は違うけど、昔は何十年も50年も60年もそういうのがあったから、だから勝てないんですよ、星のやり取りして。もうこれ以上あと1勝勝とうが2勝勝とうが、上に登れる必要はないから売っちゃうんですよね、
だから無気力相撲って言ってたじゃないですか。あれ八百長相撲のことですよ、あれ。無気力相撲って、はい、あとちょっとですよ。野球選手ばっかりじゃないんですね。まあ博打が好きなのはね、まあ琴美月も辞めちゃったよね。大竹親方と当時が解雇されたと。16年にはバドミントン選手の桃田健斗、なんか一時は調子に乗っててね、なんか、スポーツカー買ったりとか儲けなきゃいけないんだって。でなんかの拍子でなんかね調子に乗ってて負けて、それでまた事故に遭ってて、今はもう心を入れ替えてるのでちょっとかわいそうですけど、だからやっぱなかなか難しいね。今なんかいい子だから、いい子っていうかよく改心したからね、頑張ってほしいんだけど、桃田健斗と田子健一っていうの、田子健一の闇カジノが通いを産経新聞がスクープ、まあ、あれで桃田選手は相当効いたよね。これがなければね、ちょうどいい感じで言ってたんですよ。桃田はほぼ内定していたリオオリンピック出場権を失ったね。オリンピックも出れなくなったから、永久追放となった田子は週刊誌の直撃インタビューでこう語った。ギャンブルと極限状態で勝負するスポーツには通じるものがあったって。いやそれを言う、ギャンブルと極限状態、極限状態のちょっと待ってね、これこうだね、そうそうだね、先ほどの服装の彼の人生、通訳は一点最大の苦労歴史になったということですね。極限状態で勝負するスポーツには通じるものがありました。じゃあまああんた切った張ったの昔の江戸時代の、森の石松とか切った張ったですからね。だからもうそういうのには通じるものがあるわけ。もう明日命をかけてなんか、一宿一飯の恩義でありますとか言ってそのなんか出なきゃいけないんでしょ。ちょっと果たし合いじゃないけどこうなんかね、勝負の世界で生きるからこそハマりやすい、賭博の沼だが、法を犯せばこれまで積み上げてきた実績ばかりでなく未来までも失ってしまう。万が一にも大谷が関与していないことを祈るばかりである。まあ大谷君は関与してないですよ。そうね、あの桃田君はもうあれで全てがちょっとダメになったよね。オリンピック出ると言われてちょっとイケメンとか言われて、でバドミントンをしててもお金が儲かるんだっていうことでなんか、スポーツカーの会社かなんか乗っていたんじゃないですかね。でバドミントンしててもちょっと成功できるんだっていうことを見せたいっていう、それちょっと調子に乗りすぎてたのかな。気をつけてたらそのワクチンなんかしないよね、違法だからね。まあピート・ローズね、ピート・ローズも口が悪いんですよ。大谷のことをねなんだかんだまた言ってましたよ、はい。まあそれで全部です、はい。すいません長くなりまして、すいませんすいません。あと他の記事によるとですね、ドジャースの監督とかコーチとかがですね、本当はちょっとねもう正直なことを言うと、水原選手が間で通訳で入ってくると大谷と話ができないと、全部ちょっと大谷と、言葉があれでもニュアンスを伝えたくても全部間に入ってきちゃうと、だからもう話ができないんだよと、意思疎通がと、全部なんか間に入ってきて全部話しちゃうから、
そういう面ではちょっと困っていたんだということですね。でも前からついている人だからあれで、今はやりやすくなったと。コーチもですね、監督もやりにくかったと、水原氏がいる時にはもう全部自分が答えてたらしいんですよ、選手みたいにして。だからもうちょっとあんたは選手じゃないしと、一応大谷君と話したいのにという、そういうのがあったみたいですね。で今は優秀な人がまた岡島さんとかもやってた人なの、なんか、今日も出てましたけど、もう終わったっていうことはあれなのかな、もう野球のニュースは今ちょっとニュースかテレビ番組はもう終わってますけど、すいません。でも勝っていたんじゃないですかね、途中まで調子良かったんで。まあ勝てばチームの雰囲気もね良くなりますんで、そんな感じでございますね。ということで、本当は今日は6ページだからね、どうしようかと思ったんですよ。で詳しくやってたらもうちょっと長くなるし、ずっと話しっぱなしでしょ、絶対つまんないと思って。でも全部詳しくやりましたし、ちょっとこれスクープなんですよね。これに迫ったのは女性セブンしかいないんですよ。なので、ちょっとやらせていただきました、すいませんね。どんくらいやったの、2時間15分も、昔はよくやってたけどねよくやってたけど、はい。ということで、皆さんのコメント読んで終わりますね。依存症は怖いですね、なんとか依存症ね。田代正史も、依存症だしね、あ、水原、そうそう、なんかねちょっとふっくらしてる服、前はねなんかスタイルのいい人だったけど、今度のやつを見ていたらちょっとお腹がふっくらしてるような、全体的にこうダボっとした服着てんですよ。もうなんかできちゃったもんじゃないの、どこまで読んだかな、すいませんね、どこまで読んだかな、 iPad だと分かんないんですよね。そうそう、黒川武文さんね、本当にありがとうございます。スーパーチャットね投げてもらって、おはようございます、本星がね、ナイスパーティーさん、おはようございます。NLB ね、大谷君はフォアボールもうダメですね。でもなんとかなんとかうまくいくと思います。もう今日も出てるし、そんなに問題にならないと思います。ただ大泥棒が横にいますんでね、大泥棒とはちょっとあれなんじゃないの、石川五右衛門じゃねえの、なんかね額で言うと、ホームランはホームランフリーマン、その前だったですね。でも打ったんじゃなかったかな、すいません、ちょっと俺ライブやりながらだったから、ちょっと1点1点入ったのでソロホームラン、ソロホームランだったのかなと。50番の人が行って大谷君が17番だったから、2点だったの、あれツーランホームランだったの、それだったら2点入ったかもしれない。ちょっとね、わからない、すいません、間違ってた。おはようございます、オリちゃんさんね、シルクジャパン、シルクさんね、ジャパンさん、体調が少し戻ったようでよかったです。やはり季節の変わり目ですね。だから今日も寝てないんですよ。で夜中ちょっとバッテリー買いに行こうかなと思って、空いてなかったら困るし、24時間でもないんでね。だから今日ちょっと銀行によってちょっとあれして、もう弱くなったらダメだもんね、バッテリーも。オリちゃんさんおはようございますね、季節の変わり目でね、寒暖差があるから皆さんも気をつけてください。俺も調子悪かったもんね。シルクさん、大谷さん潰されてたまるかですね。そうです、そうです。それはもうね、日本から行くわけですから、そんな風にやっぱ思われますよ。おはようございます、シルクさん。体調が少し戻ったですね。
あ、そうそうそう、ね、野球一筋ジャーノさんね、世界の大谷君を騙すとはね、うん、ギャラクシー5さんギャンブル依存症で病気なんでしょうね、ジャーノさん、信頼していた人がまさかのまさかで悲しいですね。シルクさん、最近地震が多いのでリュックの中の、ね、なんか周期に来てるらしいですね今ね、防災用品を再確認しました。電池等の使用期限が切れていました。もう変えないとね。水松さんね、お邪魔します。ギャラシコさん、元締めの坊や氏はね、大谷さんを間接的に利用しましたね。なんか取れると思ったんでしょう。三沢さんね、プロ野球が始まっていたんですね。そう、うん、ギャラクシー5さん、大谷さん頑張って。三沢さんね、カーディナルズの野球帽を買って持ってます。あ、カーディナルズね、まあ、みんなやっぱ地元だったりするとやっぱそれもあるしね。三沢さんね、泊まったホテルの売店で買いましたが、球場の隣にあるホテルでて、なかなかやっぱ買うときはないんじゃないですかね。7億円返済できる金額ではないです。悪いやつに引っかかってしまった。もう返す、これから返すことができないでしょ。何の仕事しますか、年間7500万円以上の仕事ってないよ。大谷君とね、5対1ジェアノアさんね、ドジャース勝ってましたね。三沢さん、ここで読んだ記事では大谷さんは口座を2個持ってるようで、うん、2つぐらい口座を2つ持っていて、でもう1つぐらい架空で、その水原さんが作ったかもしれないと、勝手にそれも言ってましたね。一応は知ってるだけでは2つあるということですね。うん、アリンコアメさんね、おはようございます。水原氏いろいろやってたんですね。ジェラーさんね、鉱山に3個は持っているかと、うん、おはようございます。キューちゃんさんね、ミサンソリさんね、1個はあちこちに寄付する鉱山のようで、うん、みたいだったですね。ボインボイン、そう、ボインボインの妊娠してたのかな。そしてプライベートの口座、うん、プライベートね、ミサさんね、ミザラ夫人のお腹を大きく見えました、うん、だからやっぱあのボインボインっていうのはそのあれかもしれないね、もう妊娠して大きいかもしれないよ、お腹が。うん、ミサナさんね、結構いますよ。数個の口座を持ってる人は、うん、もうたくさん持てるからいいですよね。日本だとなかなか作れないじゃないですか。トタンちゃんさん、おはようございます。大谷さん、信頼しきっていた人に裏切られ、ひどい話ですね。今後悪い人に狙わねえ。ないよ、祈りますね。三沢さんね、結構いますよ、僕の複数個の口座持ってる人、なんか持てるんだアメリカは。三沢さんね、ドジャースのオフィスに管理してくれる人っていないのかしらね。だからなんかお金を出して管理する人を雇った方がいいっていうなんか言ってましたね、うん、お金出してっていう、もうそれが騙されたらもう話にならないけど、ドルフィンさんね、おはようございます。コスモスさん、おはようございます。アリンコアメさんね、いまだに一平さんは大谷さんの、違法ワクチンをかばっているとか、一平さんは悪の組織に、いじめ、貶められたとか、大真面目に SNS で言ってる人がいてびっくりします。うん、でもあの違法ワクチンは必ず血持ちがいるって言ってましたね。いないとこなんかいないっていうことですね。まずあの前金貸しをするわけですから、前金を貸さなければいいですけど、
これはあの、お前金でやって払わないやつは集金しなきゃいけないので、それはもう言います。確実に言いますって、あの大王製紙の息子の YouTuber で言ってました。もう確実に言いますって、それがいないとできませんって、違法ワクチンはっていう。そうそうね、アリンクさん、トコさんね、大谷君、結婚されたので奥さんに口座管理してもらったら、良いのかな。やっぱり、他人は信用できませんよね。ジェアノラさんね、大谷君の通訳でアメリカで有名になったのに横領罪、違法罪で、ちょっとねすいません、たくさんあるのでちょっと読み切れないのでちょっと飛ばさせていただきます。後で見ますね。エアジョーダン、バスケの選手ね、すいません、ちょっともう読み切れないんで、すいませんね、ということです。大谷さんどんまいということですね。そう、ピート・ローズはも、ギャンブルで野球界から永久追放ですね。ローズも今じゃいい年だよ、もういい年になってます。はい、すいません、もうコメントがちょっと全部読めなかったんですけど、もうちょっとまたコメント読んでたらものすごく長くなるんで、これでもう2時間25分にやりましたんで、元気な時はね、まあ、ちょっとやってましたけど、最近はちょっと、まあ今日本当はね、バッテリー買いに行かなきゃ、あ、9時からじゃないと空いてないんだよな。それで病院も今日午前中じゃないとやってないので、薬もらいに行かないとね、絶対に。先週もちょっと休みだったんで、はい、ということでした。はい、すいませんね、かなり長くなっちゃって申し訳ありません。でも、全部ですから、これがね、なかなか、まあ、本買いに行けない人とか海外の人とかね、まあ、そんな感じでありました。まあ、違法賭博ということですかね。まあ、これはケツ持ちはいるよということです。だから FBI が入ってきてるわけです。違法な人たちが後ろでギャングがいるから、マネーロンダリングをしていないかどうかということで FBI が入っているわけですよね。普通 FBI 入りませんよね。 FBI は州からまたがってずっといろんなところでやってるやつは全土でやりますんで、はい、ということですね。皆さんありがとうございました、この長いやりをね、ということで感謝感謝でございます。それでは皆さんね、もう朝になっちゃったんで、早い人はもうこれからいろいろご飯食べて、いろいろ仕事とか朝のねお茶飲んで、いろいろやると思いますね。黒川武文さんも本当にありがとうございました、スーパーチャットね。それでは皆さんありがとうございました、感謝感謝でございます、ありがとうございました。